よし、じゃあはい、続きやっていこう。行こう。行こう。ダロド。初めてのパート2ってやつですね。はい、じゃあ一番上。はい。これはね、失敗したやつね。そうです、失敗したやつですね。ロード。おう。おっと。はい、じゃあスタートですね。はい。組からです。私か。うん。これ覚えてるかな、どんなだっけな。寝起きなんですよね、私。ですね。昼で寝起きですか。うん。私も落ちた子の名前聞いてびっくりしちゃった。あ、そんな感じだった気がする。ポツポツと点滅する街灯の下、俺と小読みは駅に向かって歩いている。お互い表情は暗く、うつむいたままだった。しぐれはさ、もしかしてあの子の知り合いだった？小読みは先輩の姿を見ていないから、おそらく落ちた人のことを指しているんだろう。どうしてそんなことを聞くのだ？いや、会ったこともないし、未だに誰が落ちたのかも知らない。同じ学年の生徒とだけ聞いてる。そっか。私はね、結構友達だったんだよ。え、小読みの友達だったんだ。マジか。小読みはなぜ俺があの場所にいたのか聞くことはなかった。でも結構とも、なんか結構ってそれなりにって意味かな。自殺事件は表立って学校側から発表されていない。おそらく小読みも夕方俺と別れるまで聞いていなかったのだろう。どうしてだろう。私悲しいはずのに涙が流れないんだよ。だってやっぱり5人目だったんだね。そう彼女はつぶやいた。やっぱり何か知ってんのか。やっぱなんか知ってんな、関係者か。その言い方に俺は少し引っかかりを覚える。この事件について暦は何か知っている。目の前に現れた不思議な先輩、そして暦。何も知らないのは自分だけなのではと考えてしまう。なあ暦、この事件のことを知ってるだけ全部教えてくれないか。おお、踏み込んだ。嫌だよ。表情が予想通りの返答だった。私だって知りたくて知ったことじゃないもん。それにこの事件は首を突っ込んだらいけないんだよ。死ぬからか。あ、前回言ってましたもんね。あ、首突っ込んだら死ぬみたいな。なんだろう、でも噂だろ。噂でここまで自殺ついたらたまんないよ。しぐれ、今日は変だよ。なんで急に自殺事件のことばっかり聞いてくるの。まあなんだ、現場を見てもらったわけだし、歯切れの悪い返し方だと自分でも思った。そう、なんで俺はこんなにこの事件に関して興味が湧いたのか、自分でも不思議だった。昨日屋上で会ったっていう人に関係ある？先輩。なんで先輩が出てくるんだよ。うん、それでこの事件調べようと思ったんだ。小弓ちゃんもパロール使ってます。表情から聞いてる。一瞬で小弓に見抜かれてしまった。そう、俺が関心があるのは事件ではなく先輩にということ。言葉というのは口だけではなく全身から発せられる。先輩はそんなこと言っていた。つまり分かる人から見ればバレバレなのだと自分の隠し事の下手さに絶望した。5人も死んでるんだもん。いろいろな人がいろいろな方法でこの事件を調べてる。だけどね、余計なことに首を突っ込まない方がいいよ、しぐれ。関わる距離が縮まれば縮まるほど何かに巻き込まれるリスクも高くなると思うんだよ。だから私もこの事件のことを深く知りたくない。しぐれにもね、あまり関わってほしくないんだ。その先輩って人と事件を一緒に調べるつもり？いや、関わるなって言われた。よかったね、しぐれ、ちゃんと気遣われて。あの人は何か調べてるみたいだった。戦力外通告だろこれ。どうでもいいと思っているならもっと積極的に誘われるよ。弾よけは必要でしょ、人質の問題なんだから。すげえなんか、リアリストだね。しぐれはもっと自分のことを大切に思わないとダメだよ。簡単に人を信じてホイホイついていったら
きっとひどい目に遭うんだから。そんな人を犬みたいに。ほら、そこにもちゃんと書いてある。小読みの指差す方向には気をつけよう、甘い言葉と暗い道と書かれた看板が置いてあった。ああ、警察とかが置くようなキャッチコピーか。あれ、キャッチコピーって言ったらあれかもしれないけど、甘い言葉ってなんだよ。しぐれも年頃の男の子だからね、下心がある子、高価な壺買わされたりとか、怪しい宗教に入ったりしちゃうんだからね。宗教か。どうやら暦にはその先輩が女性であるということも薄々感づかれているようだった。あ、言ってないね、確かに。あ、先輩としか言ってねえな。うん、なんだっけ、頑張れ。なんだっけ、俺は覚えてない。俺も違ったらごめんね。うん、ちょっと高めの薄い声だった気がするんだけど。そう、死人と会話できる先輩の次は自殺事件調べてるの？死人じゃね？死人？死人って言ったらなんか、俺死人っつった。ゲームのキャラじゃね？まあいいや、はい、ご愛嬌。やめだよお兄ちゃん。ちょっと何かに疲れてるよ最近。今日は珍しく帰りが早いユキに今までの出来事を話すと、ああ予想通りのドン引き返答が来た。私はまだ学校入ったばかりだから自殺事件のこともあまり知らないけど、それでも噂は結構入ってくるよ。あ、学校入ったばっかし。一個す。年齢的に4月とかかね。俺とユキのいるリビングの隣、キッチンからは香ばしい匂いが漂ってきていた。海外出張中の両親に代わり、いつも小読みが厨房に立ってくれているためだ。いいっすね。海外しく世話されてんね。ね。この事件は小読みから口止めされているから、彼女に聞かれるのはまずい。しかし、ユキは関心を示しているようで、ひそひそと話を続けた。それは気になるよ。せっかくお兄ちゃんと小読みと一緒の学校に入れたのに、いきなり怪しい事件の噂があるんだよ。小読みで呼び捨てなんだ。もう仲いいからなんだろうね。幼馴染だからなのね、うん。まだ1学期も半ばで、あ、そっか、5月入ったとか言ってなかったっけ、最初のパートで。あ、5月だけど薄寒い。あ、そっかそっか。入ったばかしだね。先月入ったばかりのユキは学校にすらまだ慣れていないだろう。それでも事件の噂、それなりに広まっているようだった。入ったばっかしの学校でさ、うん、死人が出たとか言われたらさ、めちゃくちゃ怖くない？なんかもう、嫌だよね。嫌だよね。じゃあ、お互い知ってることを整理してみようか。ほい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 。傍らに置かれたカバンから、ルーズリーフを1枚出すと、テーブルの上でさらさらとボールペンを走らせた。ノースリーブ。ノースリーブじゃない。ルーズリーフわかるでしょ？わかるよ。うん。あの、紙切れ。紙切れね。あの、横に穴が開いてる。そう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 。あれでしょ？うん。うん、週に一度、決まった曜日に決まった時間、それに合わせて一人自殺する。でも方法と場所はバラバラなんだよね。少し困ったように、ゆうきはこちらを見上げる。同じなのは曜日と時間。確か夕方から夜にかけてのはずだ。自殺方法はキャトルミューティレーションを含んだら相当レパートリーだぞ。キャトルミューティレーション。え、UFO？ そんなあったっけ？あはは、噂はしょうがないよ。本当の情報なんてあんまりないんだし。そうなんだよな、突飛の噂しかないんでしょ。うん、なんででしょうね。でも死んでいるのはうちの学校の生徒なんでしょ。週に一度の感覚だったらいなくなったクラスの人たちが騒ぐんじゃないかな。うん、どうしてあんまり情報が出てこないんだろう。学校側が情報を隠していてもこれだけ噂は広まっているのに、誰が死んだかわからないなんて。で、夕方から夜にかけてでしょ。うん、俺基本学校いたぜ。まあそれはなんかあれでしょ、なんか残ってたでしょ、なんか部活関係なくでしょ。先生と喋ったりして、あ、こんな時間だとかって。先生もそれ許容すんだね。ゆるい方のね。うん、先生の掃除時間とかも見てたよ。いや、知ってるやつは知ってるよ。そう、今数メートル離れたところで晩ご飯の支度をしているやつとか。横目で俺の視線を追ったユキが納得したような顔をしている。それだけでユキは全て把握したらしい。変だよね、知っているのに教えてくれないなんて。それとも言いたくない理由があるのかな。小読み、この事件に首を突っ込むと死んでしまうそうだ。俺たちも気をつけないと。見事自殺者の仲間入りだな。それは気をつけなきゃだね。でもそういう噂が流れているってますます怪しいよね。何が怪しいんだ？知っている人間は話さない。学校側は事実を認めてさえいない。みんな何かを恐れている。そういうことだよ、お兄ちゃん。
大体察しがついたって顔をしているな。ユキは俺とは比べ物にならないくらい頭が良かった。おそらくこれだけ断片的な情報だけでも全体像が見えてきているはずだ。まずはっきりさせたいのは、宇宙人の仕業っていう噂はみんな信じないけど、首を突っ込むと死んでしまうという話はみんな信じている。あ、そうなんね。お互いどっちも突飛だと思うんだけどね。この事件を詳しく知っている人物ほどそれが強い。この自殺事件を調べていた人間が死んでしまったということか？それはまだわからないよ。だったらそういう話の一つがあってもいいはずだから。でも詳しく調べていくうちに出てくるかもね、ミイラとニガミイラの話は。じゃあ学校がこの事件を隠しているのは何なんだ？警察にだって届け出てるはずなのにニュースですらやんないんだぞ。この事件噂だけが広まっているのはそういう側面もあった。本当に自殺が続いているのなら連日連夜マスコミが騒ぎ立てるはずだ。しかし今回の事件ではそれがない。俺が今日花壇を見るまでただの噂だと決めつけていたのはそれなりの理由があった。学校とか警察が隠す理由があるとするならそれは一つしかないんじゃないかな。自殺じゃないんだよきっと。ね、小読みちゃんもさ、まあ、パート1だけどさ、まだ自殺って決まったわけじゃないんだよみたいなこと言ってたじゃん。学校側が仕組んだ話か。可能性はすごい高い。いや、まだわからないね。ね。ドクン。心臓が高鳴った。ユキの一言で喉元に引っかかっていた先輩の一言が再生される。この人は私が殺したようなものだもの。先輩。そう、去り際に先輩は言っていた。普通に考えてこれだけ自殺が続くのはおかしいよ。でもそれが自殺ではない事件だったのなら学校側が隠すのもわかる気がする。首を突っ込むと死ぬんじゃなくて殺されるなのかもね。だから詳しくは知りたがらない。で、お兄ちゃん？難しく考え込む俺を推理にエキサイトしていたユキが心配そうに眺めていた。あれだよね、ってことは一件目はなんか事件って分かるような感じだったのかね。あー、なるほどね。で続いたから、あーやばいなみたいな感じになったのかね。いや、すまん、ちょっと考え事してた。人が真剣に話してたのに。ちゃんと聞いていたよユキ。でも殺人事件だっていうのか。今のところそう考えた方が自然だと思うよ。それなら小読みとその先輩から深入りするなって忠告のついつまが合うから、やっぱり行き着く先の意見は小読みと一緒になるね。お兄ちゃん、この事件あんまり調べない方がいいよ。あんまり考えたくないけど、もし殺人事件だったら。俺はそんなことで死んだりしないよ。自衛のためにもある程度は知っておいた方がいいことだってあるだろ。でもやっぱりお兄ちゃんが心配だよ。可愛い妹だな。けなげだね。ユキは少しなめなめになっていた。まったく暦というこいつといい、みんな心配しすぎだ。しかし変な勘繰りが入ったユキからこれ以上話を聞くのは無理かもしれない。殺人事件、みんなそういう恐ろしい結論に行き着くのだから。あれ、どうしたの？二人ともしんみりしちゃって。夕飯の支度が整ったことを知らせに来た小読みにより、今日の探偵たちの推理はお開きとなった。もっとも明日もやるかはかなり不透明になっていたが、殺人事件か。あれから数日、時が過ぎた。青とオレンジにさ、ウィンドウ変わるのもなんかあんのかね。日常パート、推理パート。かね。小読みとユキは口をつぐんでしまったし、これといって新しい噂も聞かなくなってしまった。つまり、早くも行き詰まってしまったのだ。先輩は夕焼けのあの日に俺を助けた、そう言っていた。あの後に一体何が起こったというのか。この事件の核心に触れる、迫れるとしたら先輩しか、きっといない。ん？あれ？なんだか手段と目的が入れ替わっている気がした。俺はなんでこんな自殺事件に入り込むようになっていたんだっけ？
確か先輩がどんな人か知るためだったような、まあどっちでもいい、あそっか先輩先輩が知りたいから自殺事件のことだったのが、自殺事件を知るために先輩に会いに行きたいになっちゃったんだどうせあの人から話を聞かなければいけないのは一緒なんだから。来たよ。うん新規臭い顔してるのね。こっちまで気分がメイルは先輩、そう、俺が数日こうやって放課後の校内をうろついているのも。ちょっとあなた、上級生の呼びかけを無視ってひどくない？あのミステリアスな先輩を探しているから、探し物ってさ、どうして探してない時に見つかるかな。知らないわよそんなの。ちょっと怒ってる。気分を害したのか、ぷいっと横を向くミステリアスな先輩、かわいいな好きの反対は嫌いじゃなくて無関心なのよ。うんうん、頭の悪そうな下級生にこれだけ親身に接してあげてるのに無視なんて最低だわ親身の割には毎回会うとに冷たい対応のような気もするが、数日前に関わるなって言ったばかりじゃないか。俺から探さないとてっきり見つからないかと思ってたそう、あなたの探し物は私だったのね。いろいろと聞きたいことがあるしな。でももう会わないんじゃなかったのか。私ほどの人間になると放課後は余暇を持て余しているのよ。そこにちょうど良さそうなおもちゃが通りかかったから、それだけよ。おもちゃ扱い、それって超暇ってことだ。お前もしかして友達いないんじゃないのか。先輩に対してお前とかすげえな。こいつすげえ、ビシッと空気に亀裂が入ったような気がした。すごいなこの演出ね、わかりやすい。先輩一歩近づき、俺の手を取ってわなわなと肩を震わせる。一生のお願い、指を折らせて日本でいいから聞けるか、俺が折ったの指じゃなくて話の腰だぞうめえうめえな。本当にあなたって失礼な人ね。会った時からそうだった。掴んだ俺の腕を放り投げるのと先輩がほっぺたを膨らませるのとは同時だった。かわいいなおい。すまんすまん、あんまり人付き合いのうまそうなタイプに見えなかったからついな。うん、人付き合いは良くないだろうね。否定はしないわ、実際私は人付き合いが苦手ですもの。それはな。それであなたは友達のいない私をバカにするために探していたの。また随分こっちも暇人に追われているな。俺が聞きたいのは、当ててあげましょうか。先輩は口元を持ち上げ少しだけ微笑んだ。午後の低い日差しと同じく、出会った時よりも少しだけそれは暖かいものだった。話す手間が省ける、いつものようにやってみてくれよ。もう何度目かの先輩の特殊能力により俺の表情が読まれると先輩の表情が一瞬で曇った。あのさ、あーソーリー、先ほどまでとは打って変わって声のトーンは低かった。あなたが好奇心で人一倍強くて余計なことにまで関心が向いてしまうのはよくわかったわ。でもね、今回の事件は肝試しでも探偵ごっこでもないのよ、分かっていて。でもさ、主人公だってこの先輩に助けられたんでしょ。まあ、助けなかったら自分が死んでたかもしれないでしょ。うん、したら知りたくならない。それは首突っ込むわな。ね、それは分かっているさ。でもよ、自分自身を守るためにもある程度情報は必要だろ。まあすげえ主人公らしいこと言ってる。うん、かっこいいオタクなのにな別に事件を解決したいとかなんてみじんも思っていないさ。自衛のための知識ね。ホッケーマスクの殺人鬼がいるわけでもない、この事件はただの自殺よ。余計な知識がかえって死の引き金を引いてしまうかもしれない。だから知っている人間は語りたがらない。あなたそれ理解してる？まあさすがにジェイソンはいないでしょうね。まあさっぱりわからん。事件の知識なんか持ち合わせていないから判断しようがないだろ。お前どうしていつも遠回しに言うんだよ。なんというかついに言ってしまったという感じである。先輩の口から出ることは一つ一つ遠回りなものだった。だからこそ正体がさっぱり見えずにミステリアスにさえ思えるのだけれど、それが魅力ですよ上級生に向かってさっきからお前お前って失礼でしょ。私にはちゃんと名前があって。怒る部分がちょっとずれている気がしたが、先輩はそのまま固まってしまった。どうした？名前を言えない？名前は？教えてあげない。そんなに俺に正体知られるのが嫌なのかよ。まあいいわ。
この自殺事件について少しだけ教えてあげる。お、いやいやいや、こんなこと、そんなことこの際どうでもいいから名前を教えてくれよ。ここだと人目もあるから、そうね、そこで話をしましょう。俺の言葉を軽く無視して、右手人差し指をすぐ隣の空き教室に向ける。お前は、この教室の前を横切った時に声をかけられた気がする。この人は、この空き教室にいたんだろうか。しかし、今はそれよりも確かめなければならないことがあった。だから、名前。うるさい。黙れ。お前の言い方もさ、ぷしゃりと遮られた。その先輩は俺の腕をつかみ、傾いた日の差し込む教室へと進んでいったのだ。ことの発端は4週間前の水曜日の夜に起こった。一人目は学校にほど近い住宅地の道路で発見された。現場学校ってわけじゃないんだ、うん、自分の首元を果物ナイフで刺し、出血多量で死亡、血痕は道路沿いに点々と続いていた。喉元に何度か刃物を突き立て、そのまま数メートル移動したところでこと切れたようだった。つまり逃げていたのだ、何かから。二人目は最初の犠牲者の地点からほど近い国道で発見される。歩道橋の、なんて読んだ、欄干でいいかな、欄干を自ら乗り越え、そのまま地面に向かって落下。しかし高さが足りずに片足を骨折しただけのようで、そのままヨロヨロと車道を歩く姿が目撃されている。おほほ、一番きつい。二人目また何かから逃げるように数メートル移動していた。その直後、避けきれなかった大型ダンプに引かれ絶命している。これ転生したな。ああ、異世界転生してる。え、でも今のところなんか学校関係なさそうなんだけど、生徒っていうだけだな。うん。三人目は学校付近の一級河川から水死体となって発見。検視の結果、死後数週間経っていたとみられ、順番的には三人目こそ最初の自殺者だと推測された。うん。ほうほうほう、数週間、ああでもそうかね、3週間前だとしたらそうだね。うん。物証は乏しく自殺と判断されたが、他の自殺者と同じく何かから逃れるように喉にはかきむしった跡が残っていた。吉川線ってやつがあるんですよ。はあ、首絞められるじゃん、うん、その時に抵抗したらこうやってさ、なんていうの、あの首にある縄をこうやって掴むじゃん。ああ、そしたら爪が喉を引っ掛けるわけ。はいはいはい。その線を自殺じゃなく、うん、苦しめられてる時に逃げようとしたっていう意味で吉川線って名前がついてる。吉川さんって刑事の人がそうやって、そうなんじゃないかっていうふうに結論付けたから吉川線。特に思い詰めたような取り立てで問題なさそうな生徒たちがある日冷たくなり無言の帰宅をする。自殺者はお互いに別なクラスであり、偶発的な発生に思えた。しかし死ぬ間際にとる自殺者たちの不可解な行動、それは死ぬことへのためらいと違う恐怖、そのようなものが感じられた。逃げてるもんね。まだ続ける？4人目と5人目があるけど。なんだか気分が悪くなってきた。あまり気持ちのいい話じゃないからね。いいのよ、続きはまた今度にしても。気がつくと角度の緩くなった日はオレンジへと色を変えていた。少し考えた後に俺は、続きは今度にするよ。心なしか先輩の表情が少し崩れたような気がする。あのね、何か理由をつけなくたって私はちゃんとあなたの話を聞いてあげるわよ。優しい先輩。いい先輩。これそう。ちょっと辛辣だけど。うん。そこがいいんですよ。でもどうしても理由が必要だというのなら、今回はそういうことにしておいてあげる。かわいいの。あなたもその方が私に会いやすいでしょ。先輩が俺の顔を伺うように、俺もまた先輩の表情が読めるようになっていた。なんというか、この人と出会って自分の一番変化した部分だと思う。そうよ、あなたは人間的に少し成長しているの。ほいほい。人の言う言葉はそのままの通りに受け取ってはダメ。人が話をするとき、その意味をどういった解釈で捉えればいいか、体のどこかで発しているのよ。あなたは話を途中で切り上げた。でもそれは気分が悪くなったからではない。そうでしょ。そうだけど、なんでそんなことを聞く。ううん、私は嬉しかったの。だからあなたに今度と言われた時に笑ったのよ。口から発せられる言葉以上のメッセージをあなたは私に送ってくれた。人の顔の筋肉が50種類以上あることに感謝するわ。だってそんなに次に会うのが
言いかけた瞬間、先輩の差し指が俺の唇を塞いだ。この続きはまた今度にしましょう。夕焼けは今にも山の向こうへと吸い寄せられようとしていた。日没まであとほんの数分、今日は先輩との仰せはここまでのようだった。惚れてまうやろうってやつですね。ちょっとお兄ちゃん、顔が歪んでる。おニヤニヤしてんじゃねえのか。当たった。ヘラヘラ笑わないでよ、気持ち悪いな。もう惚れてんじゃん。ユキこそ牛の真似をするんじゃない。牛さんの真似なんかしないもん。もう帰ってくるなり、ユキから理解不能の難癖をつけられる。先輩との一件が起こるまでこんなことはあまりなかったのだが、なんだか最近異様に絡んでくるような気がする。先輩の表情は少し読めるようになってはきたが、妹のユキのはさっぱりだった。焼いてんね。焼いてますね。鈍感系主人公ですね。いつものね。あー、うん、もうまたそういうこと考えてる。もういいもん、次から絶対相談乗ってあげないから。かわいいな。役はバリバリ読めるようだった。まったく扱いづらい年頃になったものだ。ユキはプリプリと怒ったまま、キビスを返すとそのまま2階へ続く階段へと吸い込まれていった。プリプリ。うん、兄貴にはがっかりですね。まあ、ちょっと兄貴にはがっかりですね。なんでお前ヤクザのものになるの。反射的に。ユキといい、お前といい、なんだよそれ。あ、でもがっかりではないかな。私もユキちゃんもシグレにはとっても期待しているんだよ。だから期待ってなんだよ。あの氷を蒸発させた時の。うわ、すげえムカつく。人の顔見て遊ぶなよ。気づいてないのは当人だけってことだよ。大丈夫大丈夫、私がちゃんとついてあげてあげるから。感謝するがいいよしぐれ。ああでも時が来たらその時にはちゃんと結果報告してもらうからね。わかった。小夢もた謎めいた言葉を残し自宅へと帰っていった。なんなんだまったく。西尾は少しだけ変化していっていると思う。それは自殺事件と関わったからではなく、もっと感傷的なものだ。思えば先輩との出会いが俺を少しずつ変えていってるのだろう。それにユキも小夢も気がついている。ただ先輩が語った自殺事件の概要を思い返す。一週間に一人自殺者が出る。それだけでもミステリーなのに死に方にも疑問が残る。なぜ逃げるように移動する必要があったんだろうか。そして一体何から逃げようとしていたのだろうか。違うよ。うん、私が知ってる限りだと4週間かな。事件が起こったのは4週間前。確かに小読みの言っていることと合致していた。犠牲者は5人だが、最初の1人は入水自殺のために発見が遅れたんだ。あ、そういうことか。ああ、はい、1人こうね。そしてまだいくつか大きな謎が残っている。首を突っ込むと死んでしまう。その噂を生んだ理由が4人目か5人目のどちらかにあるはずだった。そうですね。うん。そして先輩を残した謎の言葉、5人目は本当に先輩のせいで死んだのだろうか。会いに行く理由には当分困らなそうだった。午後の暑い日差しが窓から差し込んでいる。廊下には四角い形をした光の集まりが点々と続き、おいとこよみはそれを避けながら歩いていた。羊ってさ、可愛いよね。毛がモコモコしててさ、私一度でいいから羊を集めてベッドを作りたいんだよ。マインクラフトですね。マイクラだね。めいめい楽しく泣きながら私をいろんなところへ連れて行ってくれるの。寝ながら移動できるんだよ。最高に便利で可愛いペットだ。ベッドだと思わない？あ、別にベッドとペットをかけてるんじゃないからね。おっと、引っかかったね。俺はアルパカ派だな。あいつ、ツバを吐くんだよ。アルパカってツバ吐くっけ？リャマかな？どっちだっけ？どっちも吐くの？わかんねえ。いいの？それで。ならアルパカにエンジンを組ませて嫌いな奴の家に押しかけるな。寝ながら相手に唾を吐け、とても便利だ。
性格が面白い。しぐれの大好きな二次元キャラにも唾を吐けばいいのに。それはないな。それはそういうプレイがあると知っての発言が。小弓知るわけないよ。っていうか今の言葉は頭から消し去りたいよ。そうだな、逆だな。むしろ二次元キャラに唾を吐きかけられたような蔑むような目で見られながら、ドンって言うとともに小弓の横のコンクリート支柱が弾けた。弾けた。え、暴力系ヒロインなんすかやっぱり。おそらく小弓のグーパンが炸裂したんだろう。パラパラという砂煙の中から青筋をうっすら浮かべた小弓の顔が浮かぶ。もうリラン見て綺麗じゃん。私が蔑むような目で見てあげようか。いえ、間に合ってます。もう蔑まれてるからね。蹴られながら見下されるのはむしろご褒美だが、小弓にやられた場合入院か葬式の二択だった。とはいえさすがに壁を破壊したのはまずい。素手でやったと言っても誰も信じないだろうが、とにかくその場から逃げるように早足になっていた。その時直線で伸びた廊下の先に見覚えのある顔を見つける。なんだ、友達はちゃんといるんじゃないか。明るく周囲の仲間と談笑する彼女を見て俺は少し戸惑いを覚える。先輩か、うん、そう、あのミステリアスな先輩がこともあろうに友達と歩いているのだ。向こうも同じ学校の生徒なんだから、よく考えれば今まで出会わない方が不思議だったのかもしれないよ。あんな性格でもきちんと友人に囲まれることができるなんて。でも本当にあの先輩なんだろうか。それにしては雰囲気が明るすぎる。確かめてみる必要がある。そう心に決めた。なあ小弓。ん？お前3年の知り合いっているか？部活関係で顔合わせていれば少しはわかるよ。文化部の人だとさっぱりだけどね。まあそんなもんか。じゃああの髪の長いやつの名前ってわかるか。後ろ姿を指さすとすぐに先輩の後ろ姿は階段に消えてしまった。黒髪の人？ああそうだ、長い黒髪の3年生なら生徒会長さんだよ。お？これだけ距離が離れていても後ろ姿で一瞬で会ってるとはさすが小弓だ。会長か。お、知らないのか。あ、でも元生徒会長さんだね。任期は今月頭までだったから。あ、5月までなんだ。しぐれ、あの人が掃除とか呼んでるの全然聞いてなかったでしょ。冷ややかな視線が小弓から送られてくる。名前わかるか。ん？似たーっと小弓がいたずらっぽく微笑む。いい顔すんね。まるで新しいおもちゃを見つけた子犬のように。何？何何何何？しぐれくんはああいう人がタイプなのかな？タイプなのかな？とてもうざったい生き物に化学変化する小弓。ほらほら、正直に話しちゃいなよ。小弓、ああ。小弓お姉さんが相談に乗るからさ。聞かなければよかった。とてつもなく俺は後悔する。違う違う、勘違いだったんだ。自分の知っている人と似ていたけど、よく見ると違うことあるだろ。実際先輩が明るく談笑する姿など想像がつかなかった。いや確かに先ほど明るく笑ったらこうなるだろうかという先輩はいたが、しかし一体どうしたことだ。ただの人違いとは思えない心の焦燥感が残る。人違いだな。そう決めた、今決めた。おっし、教室戻るぞ。ちょっと詳しく聞かせよ。適度に無視された小弓が後ろでダダをこねる。私も髪伸ばしてみようかな。それわし。あ、ごめんだった。ごめんだったってなんだ。私も髪伸ばしてみようかな。いや、普段一人実況だからさ。うん。最後の言葉は聞かないでおくことにした。う。いやー、小弓ちゃんいいな。人違い、本当に人違いだったんだろうか。あんなにそっくりな外観の人間がこの世に二人いるのだろうか。疑問だけが募る。しかし、同じ人間として考えるには何というか、まとっているオーラみたいなものが違いすぎた。蓋を。ああ。ねえねえねえ。後ろの席に座る小弓から背中をつつかれる。うん。小弓ちゃんとお話ししようよ。するわけがない。かわいいな。そんなこと言わないでよ。洗剤もつけるし、あ、野球のチケットもあるよ。なんだそれ。新聞屋かよお前。そんな新聞屋今いねえよ。ちょっとでいいからさ、あの人との関係聞かせてくれないかな。
やはりというか、もうすでに小弓は生徒会長と以前俺が話題に出した先輩とが同一人物だと気がついているようだった。私はね、しぐれ、別に日野町をからかおうって言うんじゃないんだよ。嘘だ、今俺の後ろに大嘘つきがいる。あ、そうそう、しぐれ、確かさっき名前を知りたがっていたよね。もし生徒会長さんとの関係をきちんと正確に明らかにし、つまびらかかな、つまびらか、つまびらかにしてくれるんなら、いろいろと私からもあの人のこと教えてあげたっていいんだけどな。取引だ。少しだけ、ほんの少しだけだが魅力的な提案に思えた。よくよく考えてみれば、俺と先輩の関係はただの知り合いってだけだ。今までだって特に何かあったわけでもない。それであの先輩の情報を得られるのなら悪くない話だと感じた。以前から話に出している頭のおかしい先輩があの人なのではないかということ、そして少しはばかられることだが、自殺事件の詳細を聞いたことを小弓に伝えたんだ。あれだけ嫌がっていた自殺事件の話なのに、小弓は終始顔をニヤニヤさせて聞いているだけだった。正直その反応が意外だった。ん？いいよね、先輩と一緒に放課後の階段、関係とか一気に突き抜けちゃうよね。なんだ、あれだけ怯えていた自殺事件をこいつにも階段って嫌がったぞ。そんなに先輩と俺との関係の前では自殺事件って小さいものなのか。わかる、わかるよ、しぐれ、あの先輩とお話ししたい気持ち。生徒会長さんって可愛いことで有名だからね。は？なんだ、今なんか暦が理解できない言葉を吐いたぞ。冗談だろ、あれが可愛い。まあ、百歩譲って綺麗というのなら話はわかるが。ちょ、しぐれ、理想高すぎだよ。暦は俺の発言を顔面偏差値が足りていないと解釈してしまっている。いらぬ誤解だ。ちょっと待て、なんかお互いの認識にズレがあるぞ。待たないよ、しぐれ、最悪すぎ。なぜ俺は暦に見下されなければならないのだ。じゃあ、綺麗とかならわかるけど、可愛いは違うだろう。そう、あの人からは死の匂いしかしない。色とりどりの花より首筋に毒蛇が似合うような人。散々だな、ボロクソ。ああ、話したことがないとそうかもね。ちょっととっつきにくいところありそうだけど、会うととっても可愛い人だよ。ん？で、会いに行くのかい？肘で俺の脇腹をつつき始める小弓。どうやらこいつはあの先輩の居場所を知っているようだった。いや、なんか違う。え？可愛いけど。いいの？これあの声で。いいか。あら、あなたは。自分でいいのとか言っときながら続けるのな。うん。噂の先輩は俺を見つけない、親しそうに話しかけてきた。全然ちゃうやん。キャラ違えな。可愛いけどね。ここは以前あのミステリアスな先輩に連れてこられた空き教室。あの時は気がつかなかったが、入り口に生徒会室ともう一つ書かれていた。おい、生徒会室だったのかよ。やはりあの先輩は生徒会長だったんだろうか。ちょっと待ってね、誰か当ててみせます。しぐれくんでしょ。ズバリ当ててきやがった。さすが生徒会長。でもなんで俺の名前を知ってるんだ。俺が先輩の名前を知らないと同じで、先輩にも名を教えていないはずだ。この人はしかし不思議でしょ。でもね、分かっちゃうんですよ。だって私は相手が思っていることぐらい簡単に分かる、だっけ。その言葉を出した時、先輩は面食らったような間抜けな表情をした。おおよそいつもの先輩からは考えつかない表情だった。あなたは期待通りの人だわ。あ、音楽が変わったね。私が思っていた通りにね。柔らかく微笑む先輩。まあ表情柔らか。かわいい。なんだろう、別人なのではないかと思うぐらい柔らかい温かさだった。ハート。私の名前はチアって言うんですよ。やっと先輩の名前分かった。ちゃんと覚えていてくださいね。先輩の誠実とのギャップに少し驚く。こんなに物腰が低く、そして優しかっただろうか、この人は。周辺に漂っているハートはもう5月の暖かい空気に触れると甘い香りを残して飛散していった。
それは俺の先輩に抱いたイメージと同じく細かく砕けた。タイプじゃない。じゃどうだった？可愛い人だったでしょ。廊下で俺が出てくるのを待ちわびていた小弓にすぐに質問済みに。や、先輩がとても可愛かったことに関しては異論はなかった。ただこの前まで俺と会話していたのは誰だったんだろうな。いろいろと打ちしがれ、俺は生徒会室を振り返り、まだ中に先輩が残っているはずだった。上級生で長い黒髪の人って生徒会長さんしかいないよ。しぐれと会う時はたまたまお酒でも飲んでたんじゃないの。なんでいいんだよ、キッチンドランカーじゃないんだから。これ見伝わんの俺も。これ伝わるか。ますますあの人の性格が分からなくなってくるじゃないの。確かにやたらとストレス溜め込みそうな人ではあったが。ああごめんごめん、屋上でストレス解消ならタバコだよね。不良なんだよな、さっきから。学校来れなくなるぞ、生徒会長なのに。っていうかさ、しぐれ、向こうは気に流してたよ。仮に人違いだったとしても会ったことないって失礼だよ。そうか、人違いってこともあるか。俺あの人にいつもの先輩ですかって聞いてないし。いつも、いつもの。そんな偶然絶対ないと思うけどね。同一人物だったとしてなんでこんな性格違うのかってことだよね。二重かね。冷ややかに小読みの視線が刺さる。いやほら、この世には同じ姿の人間が3人くらいいるって。まあ、トッペルゲンガー言いかけた時、俺は後ろから襟首をつかまえて強烈な力で引っ張られていくのを感じた。小読みの後ろ姿がとんでもないスピードで前方へと流れていく。先輩？本当。あら、偶然こんなところで会うなんてね。気がつくと俺は生徒会室に立っていた。ついさっき形容しがたい方向で拉致られたのは、そうか、偶然だったのか。かい、偶然なわけねえだろ。偶然な拉致。相変わらず口が減らないのはね、あなた。なんだ？その言い方に少し引っかかりを感じる。とりあえず先ほど確認できなかったことを実行してみる必要があった。なあ、チア先輩。いつも俺と会ってた人って同じなんだよな。その瞬間、先輩の顔は敬遠なものへと表現した。ちょっと待ちなさいよ。今、なんて言ったの？ん？いつもと同じ先輩なのかって意味だか。違う。その前。チア先輩？名前そうなんだろ？フルフルと肩が震え、先輩の表情は敬遠から鬼へと怒涛の変化を遂げた。なんであんたが知ってるのよ、私の名前。ありえないわ。ん？やはり先ほどの生徒会長とこの人とは違う人物なんじゃないだろうか。本当にそう思えてならない。ここで生徒会長って人が教えてくれたんだが、先輩の覇気に抑え、たちたちにしか返答できない。生徒会長は私よ。まあ任期は少し前に切れたけどね。ん？じゃあ俺の名前わかるか。あなたの名前、そんなの知るわけないでしょ。なんだ？全くもってよくわからない展開に並行するしかない。なんだよ、さっき空き返ってもないのに当ててきたじゃないか、俺の名前。むすっとした口調で先輩の2回不能の態度を非難する。生徒会長だとか言いやがって、結局人違いなのかそうじゃないのかどっちなんだ。さっき？そうだよ、俺の目の前にいたじゃないか、忘れたのか。先輩腕組みをし少し考え込んだ後、制服の胸ポケットをチラリと眺めた。一体何を確認したんだろう。ごめんなさい、少し取り乱したわ。そう、私の名前はチアよ。何なんだよ先輩、本当に生徒会長なのか。別人だったりしないよな。性格さっきと全然違うぞ。そう思う？それじゃあその人はきっと。不敵な意味を伝えながら、先輩の真紅の瞳が揺らめいた。ドッペルゲンガーってやつかもね。ゾクリと。背筋が震えるような冷たい声だった。理解できなかった。この人は本当に理解できない人だ。それとも私が、その人のドッペルゲンガーなのかも。ドッペルゲンガー？ドッペルゲンガーとは分身。もう一人の自分という意味よ。本人が自分のドッペルを見た場合、
近いうちに死んでしまうという迷信が。俺が聞きたいのはそういうことじゃない。先輩の言葉を俺は強く遮った。そして自分の内側にあるこの制御できない感情に戸惑っていた。冗談、ごめんなさいね。からかってみただけよ、シグレ君。名前呼んだ。急に塩らしくなった先輩が心細そうにつぶやく。この人は俺の名前やっぱり知っていたのか。本当にごめんね、そんなつもりじゃなかったんだけど。どうしたどうした。ポンと先輩の手のひらが頭を撫でた。次から特別に先輩と呼ぶのを許してあげるわ。私を名前で呼んだら殺すからね。怖。パッといつもの気迫を取り戻した先輩が呼吸を強める。ほんの一瞬だけど先輩の優しい部分に触れられたような気がして、俺は不思議な気持ちに包まれる。一応親しくなったのだろうか。あ、わかったぜ、チャー先輩。言いかけた途中、久しぶりで唇を裂かれる。まただ。先輩の手はとても温かかった。名前の部分、いらないから。声が先立っている。よっぽど名前で呼ばれるのが嫌なのだろう。先輩？そう、素直でよろしい。結局今日も中途半端なところでお開きになったが、彼女の名前を聞けたので、よしとしよう。昨日は一体どこ行ってたんだよ。不機嫌そうな顔をした小読みに背中をつつかれる。それは昨日の夜話しただろ。もっと詳しい説明を要求する。だから小読みと話している時に拉致られたんだよ。生徒会長さんに。そう、生徒会長さんに。ほへー、そんなにアグレッシブな人なんだ、おとなしいのに。昨日あの後話した感触があって、一応同一人物っぽいんだけど、いちいち謎が残るんだよな、チア先輩って。ちょっと待って、先輩の名前今なんて言ったの。なんだ、小嫁の先輩と同じこと言い始めたぞ。チアだよ、チア。そんな名前だったっけな、生徒会長って。お、久しぶりおでこに当て考え込む小嫁。もうちょっと柔らかい響きだったような。ねえ、漢字はどういうやつ。数字の線に昼夜の夜だよ。数字と夜。ああ、うん、そうそう、そんな感じの名前だったよ、生徒会長さんって。ん、ど、多重人格だ。数じゃん、もう一人の名前の方を言っちゃったみたいな感じなのかな、優しい方が。ああ、自分の名前じゃなくてもう一人の人格の方の名前を教えちゃったみたいな。あ、なるほどね。とりあえず深く考えることを放棄した面がそこにあった。結局こいつもはっきり名前を覚えていなかったようだ。いやー、名字飛ばして名前で呼ぶ仲とはね、感慨深いよ。私は名字知らねえよ、うん、結婚式で呼んでね、しぐれ。はい、っていうかそういう関係じゃねえ。そう、先輩との関係はなんていうか蜃気楼のようなものだった。確かに目の前には存在するが、進めど進めど追いつけない。いずれ彼女の真実を知る日が来るとすれば、きっと先輩はその時に無惨してしまうだろう。だって先輩は幽霊みたいなものだから。生徒会長さんと会話してるところ、実はこっそり覗いてたんだよ。まんざらでもなそうだったけどな。しぐれはあの人のこと好きじゃないの。生徒会長、チア先輩からトップルゲンガーと呼ばれていた人のことだ。ああ、あのチア先輩そっくりな人のことか。またわけのわからないことを真顔で言う。今時長い黒髪の人なんてめったにいないよ。そうか。うん。あ、でも確かに長髪黒とあんまりいなかった。他にこの学校にいるなら私が知らないわけないもん。なら、なおさら幽霊なのではないか、チア先輩という人は。生徒会長か。確かに可愛い人だったよな。気が動転していてあんまり多く喋れなかったが、可愛くて何より優しい人だった。もっとも、じゃあ先輩と生徒会長が別人だったとするならだけれど、最初からあの人に出会っていればこんなにもいろいろなことを深く考えたり疑ったりせずに済んだかもしれない。そう、今一歩踏み出せないこんな戸惑いさえも、俺は一体何こんなに警戒しているのだろう。じゃあ先輩のことを深く知りたい。その行動と感情こそが
彼女を遠くへと追いやってしまう。そんな予感が邪魔をして今一歩踏み出せないでいたんだ。恋に悩む若き少年。おう、悩んでるね少年。自分の感情には正直になっちゃった方がいろいろと楽だよ。やかましい。生徒会長さんは競争倍率高いからね。それでもそんな噂は全く聞かなかったんだよ。つまりだよ、近づく男は容赦、情け容赦なくごめんなさい、知ったの。しぐれやレアケースだよ。結構小弓は顔の広い人間というか、女子特有のネットワークを持っていた。生徒会長と仲がいいとは今まで聞いたことがなかったが、口ぶりからしてそれなりに親しいのだろう。あの人男嫌いで有名なんだよ。生徒会絡みの仕事以外は普通口すら聞いてもらえないんだから。へえ。ん、そうだったのか。知れば知るほど同一人物とは考えづらいよな。でもそれなら、なんで俺は生徒会長と初対面で会話できたんだろうな。名前だって向こうは知ってたし。だから初対面じゃなかったんだよ。いい、仮にだよ、別人だったとしてもそれ以前に面識あったんじゃないの。そうだ、小指からすれば俺の方がきっと死に滅裂に見えるだろう。だって初対面のはずの生徒会長は俺の名前知っていて、それなりに親しく接してくれている。頭がおかしいのは客観的に見れば俺の方だった。以前会ったことがあるかは次に見つけた時にでも聞いておくよ。次と言わずに今日行きなよ。生徒会の開催は毎週金曜日。それ以外はあの人一人で生徒会室にいるよ。速報期待してるからね。にんまりと気味の悪い笑顔を浮かべる小弓からぷいっと視線をそらす。でもなんだ、小弓には今度何かおごってやらないといけないな。うん、恋応援してくれたから。恋かな。あ、じゃあここまでにしますかね。時間もいい時間ですし。ここにする？ここまでにしておきましょう。はい、セーブタイム。ここだね。ここでいいっすよ。はい、ってことでじゃあ今回ここまでにしましょう。はい。いや、なんか先輩の新たな一面が見れたというか。うん、名前も知れたし。でも逆に謎が多くなりましたね。はい。で、自殺事件が今回は、まあ、3人目まで分かったと。うんうん。次のパートで、もっとさらに深いところまで知れるかなと思います。だね。はい、じゃあね、今回はここまでです。じゃあ次回パート3でお会いしましょう。はい、じゃあまたね。 See you.